第38期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の小笠原直です。解説は引き続き柴田義和プロが務めます。柴田プロ、よろしくお願いいたしお願まいす。します。それでは対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ第10節3回戦当敗の開始です。立ち合いに友竹正治の合図によって対局が開始されます。ちいちゃより高橋、なんちゃ白鳥、シャーチャー明石、ペイチャ二平の並びです。さあ、2回戦も引き続き白鳥さんがラスを引きましたね。さあ、点数状況どうなってるんでしょうか。出ております。どうですか、このポイント状況の移動は。石渡さん、藤島さんにしたら、はい。白鳥さんは遠ざかったんですけど、ええ高橋さん近づいてきたわみたいな。 いいそうのですか悪ね。いのかが、そうなんでしまあょう嬉しいか。のか、嬉しいっちゃ嬉しいのあか。と2戦となっております。さあ、白鳥さんがマイナス35.6と、他3社がプラスの状況です。高橋さんと白鳥さんがこれで50ポイントほどそうですポインね。トが縮まってますはかい。らね。残すはあと50ポイントもないぐらいです。そうですね。この節が終わって、ええ。とりあえずシェルテさんか高橋さんがどっちかが大体最終択みたいな感じですもんそうね。です2人ね。とも最終択っていうのがなかなか厳しそうなんはい。で。なので、ここでとりあえずどっちかの上になっそうときたいですよですね。ね。納得変えて結構もう勝機ははい。厳しいかなっていうはい。位置になっちゃいますね。石渡さんがこうガツンと負けたりするそうですね。と。石渡さんか、藤島さんか。はい。まあ、それでもあり得る話ではあるんですけど、ちょっとお祈りになっちゃうんでね。はい。それよりはね。自力で決めちゃいたいですよね。はい。白鳥さん、チャンス。チャンスでは白鳥ドラスーピンです。チューンがあんこなのは明石です。そして二平はこちら統一手が目立ちますが、9ピンをほぐしていく形もあるんでしょう嬉か。しい。換算も引き入れた高橋がくっつきの形になりました。2差しにしたいですよはい。ね。2差しかイーペーコーにしてリーチをしたい。白鳥も目いっぱい手を広げていきます。明石もイーシャンテンまで手が伸びております。不服。うん、いりません。早い選択でした。二指しの三色の見えるイーシャンテン。まあ、ドライチでしたけども。そうですはい、ね。まあ完親治でピン。先行リーチはなくもないんですけどね。えここまで来たらちょっと高めピンピン6のリーチを打ちたいでえー。見すたいですよね。ね。さあ、高橋はどうなるか。チーピンが切やられるます。ぞ、最高。三平はリアンシャンテン。そして白鳥さあ、がここ選で択。問いつつも見えてきたんで難しいですはね。い、統一でも見ながらの両層切り。ペイチャの二平ですが、ペイは場に一枚見え。ああ、これですよ。闇天。高めの両層は、今切られたばかりとなっております。残り山に1枚。これ結構闇手になりそうですかね。どうですか？僕は足止め的なリーチをしたいですけど、えまあ高め運送のイペコで5800って打点の魅力もありますよね。え。で、ターゲットの白鳥さんがリャンゾーを絶対切ってくれはい。ええ。るっていう。最終手出しああ、が数万となっリャておンりまゾーす。怖い。やめリてくださいよ。リアャンンソーでもゾ1枚ですもんね、もー。1枚う。1枚しかだないでね。すよね。そして、運送が1枚。闇天ひっそり高橋です。リアンソーだと、ピンフ3色、ドラ1は1600、運送だと5800。もう、柴田さん言うから、リアンソー10。いや、でも、すごええ。い冷静な闇本天当でですすよ。ね。高橋さんのこの闇天れはが、僕うわー、は、刺さるなこれリーチって言って上がれてないな、僕は。ー。はい、止まっちゃいそうですね。すごい。高冷橋が、静。あんなファイターがですよ。闇天でひっそりクール。と。
ールボーイ強いわ。1600決めてとなっております。と一曲上がって親番連チャンです。これで実質今変わりましたからね。変わりました、変わりました。はい、高橋さん4位です。はい。うわ、来るな、今の胃もたれするぐらい、はい、胃もたれしまう、もうやばいです。まあね、白鳥さんもチート位置でリアンゾーン残す選択もあっただけにね、ちょっと痛いですね。痛いです。うん、ドラ酸素、さあ畳みかけたい高橋さんですが、です、ね、悪いがちょっと重いけど3色になるとちゃんと3色チュンとかね、はい、高い要素があるんで諦めずにいきましょう。はい、注目の選手いますか今回。ヒラは打点がどうなるか、もうウーピン切ってしまいました。これはかなり打点を意識して手組みを行っております。ヒラさん上がるときなら早そうですけどね、はい、ドラを引いて勝負手にしたいですね。そうですね、ドラの酸素は残り余り3枚です。はい、結構打点一本みたいな感じですね。はい、白鳥も徐々に手は進んできました。初2枚目はどうするでしょうか。こちらにあります、出ました、泣いていきます。そうですね、その白鳥さんも高橋さんからまくられるわけにはいかないっていうテーマがありますからね、悠々と高橋さんの親の連チャンを許すわけにもいかないんで、カンリャンピンカンウーマのイーシャンテン、だから流せるところ流していくか いきますよね。はい、これパーツ当たりましたか。入ったところで選択が難しい、はい、目いっぱいに広げます。ポンテも取れる形になりました、はい、把握を重ねた高橋です。把握チューン統一、はい、チューンがこれは出ます。泣いてマンツの本一は見ませんでした。ちゃんと3色薬杯ドラ1高い、ちゃんと3色薬杯ドラ1、超また11600のような、はい、残品がここに来ます。チートイツのイーシャンテン、はい、メンツテだと遠いんで、パワーマンどうですか。今蹴られたばかりで現物になったんです。次が続くかどうかですよね、ベンチマンの受け入れは拒否です。カンは引きました。これだと選択早かったですね、はい、イーピンパーピーのシャンポン待ち、王鵬の統一落としが白鳥の上がりを見ました。薬杯ドラ1です。2000は2300の上がりです。ピンズの上がみんな切っててね、はい、でそうだったんでいい判断でしたね、はい、すぐに上がりを決めて親番となりました。トラはウーマン、白鳥さん一回ね、あのウーワンを当たり早く止めて ね、かっこよかったです。1326のビッグプレーはあったんですけど、はい、それ以降は全然手がついてこないんで、本当ですね、なんとか決めたい。あそこからね、一気に浮上するかと思いましたけどね、ドラドラです。高橋、いや高橋さんのファイトとね、あそこの闇点のね、使いどころがね、うん、またいいですよ ね、初統一の二平、来季は柴田さんもこの舞台にやってまいりますが、初の A2 リーグですからね。いけるんですか。いけますよ。いけないんですか。よかったです。待ちわびてましたよね。あ、ですか、よかったです。柴田さんと井出さんは決まっていて、井出さんも来るんですね。はい、井出公平プロが来ます。変なことをして出場し停止にならないこと ならないですか。ならないです、大丈夫です。ちょっと危険人物さん。大丈夫かな。そんなことはありませんよ。本当ですか、よかったです。男気のあることなんです。そうですか。初のポンです。さあ、イーシャンテン、両面両面。そしてね、後期の
B1 リーグも1位に三浦プロ、2位に菊田プロという、もうあと残り1節ですよね。そうなんですよ。3位に猿川、4位に石立となっております。あ、ね、猿川さんがすごい勝ってね、はい、緊急チャンスのところに来てましたね。 116.9 ですよ、ね、もうこんな勝ったのなんか初めてぐらいみたいなこと書いてましたけどね、意外かなと思いました、ね、爆発力猿川さんあってね、はい、なんかいつもそんな勝ってるイメージですけど、さあ、にひらが初のポンを入れております、はい、イーシャンテンで両面両面ウッパストと6球マンです。ドラドラの高橋はイーシャンテンでピンズの横の目は見ませんでした。チーピンも切っています。白鳥もイーシャンテンですが3色になれば勝負手ですね。うーん、イーシャンテンでした、まだリアンシャンテンでした。あ、ごめんなさい、リアンシャンテンでした。こちらです、リアンシャンテン。これでイーシャンテンでは、けど、はい、取らずです。ジェニスさんにしたいですね。はい、したいです。現在仕掛けは2平、あれ、ただ白がもう3枚見えていました。あ、ごめんなさい、パーソの地ですね。はい、6球満の天牌です。高橋さんの際がちょっと危ない。はい、現在2平が初ドラ、あ、高橋さんのドラがのどうします、これ。とりあえず高橋に入っていたウーマンでした。パッソー急走で様子見ますか。パッソーは風呂が入っている。はい、6球満どうでしょう。ツモです。三平の上がり初300-500のツモ上がりです。うん、これで白鳥の親が落ちていきます。さあ、トーン3曲です。明石の親番、ドラがローマン、手配が映りました。一メンツ完成しております。ドラは見当たりません。そして二平、二刺しが見えていますか。一二三もあるのか。でも一メンツもないんでね、はい、なかなか難しそうですが、箱を切っていろんな手を込み出します。いい、めちゃくちゃいい。リャンシャンテン、高橋が一番手が立ちもいいですし、はい、三色も見えています。三層ヒートニヒロです。ジュンちゃん三色とかありそうですね。はい、ゴロチゴロチゴロチ、あ、ドラが欲しい。ありがとうございます。ありがとうローマン全部山にあるんですけど、柴田さん一枚欲しいですね。まあ、ローマン引いた普通に三ピン切っての、うん、闇手リーチ、さん難しいな。柴田さんだったらどうします。ウーピンが雀刀なんでね、はい、あ、これで今3枚目のウーピン見えたんで、はい、これ闇手になって手が割り待ちになりそうですけどね、はい、ドラ引いたら。さあ、ドラがローワンなんで平さんも難しい。3色は見えますが、まあ、3色いいピンかな、いいそうかな。白鳥のペイの仕掛けが入っています。ペンチョンコロホロっていきます。まだ見るんですね。あ、これで自然に相図に伸ばしていく関数ピン払いになりますか。はい、下茶の白鳥がピン図を切っております。まあ、まだ満図か相図か分かんないですよ ね。 そうですね。これって今考えてるのは、そうですね、満図落としが選択、満図落とし、ね、はい、ドラの多圧なドラ受けの多発なんでね、上がりやすさだけならそうですけど、やっぱ打点を見たいんでね。そうですね、痛すぎますもんね。三増か三品の選択になりそうでしたけど、はい、さあどうなる。来ました、ドラ引き。とりあえずサブロソかウッパピンなんですが、ウッピン引いて3色で上がりやすい方にしといて、サブロソの天牌です。まあ、総数がね、はい、まあ、白鳥さん総数になったんで、はい、何を引きたいですか。チーピン、スーピン、
もうこのままでいいです絶対上がれなそうな三蔵三郎そうだけど三蔵いるまだ一枚とりあえずいますか。いますね三蔵一枚。俺早く変えたいですけどロソなんです変えたいなウーピー来たあれこれウーピー一枚切れてなかったらそうですね捨てました。うん、闇天サブロウッパーピンの闇天 にあでも出ましたよ3層昔から打ち取りました確定です。3色はい太陽3色ドライチです。8000点の出上がりとなりました。あカシさんからしたらねあんた羽マン積もってるやんけって感じです見えますからねウピンやんってあだだだだだだだひー高橋が小打点の上がりを決めていきます。すげえかき混ぜてる心配がすごいあこれ心配って言うんですよね。ああそうですねかき混ぜるのね、はい、今こねてたんだ美味しいパンを焼き上げるために、はい、と4曲です。高橋さん乗ってるね選択がね三蔵で良かったですね。ローソーで26って言ったらね、ちょっと不満ですもんね。あそうですねローソー上がんないんじゃないかな。もしかしたらさあドラ数万あ高橋さんドラドラです。あとはちょんちょんで引き締めました。数万あんこ引き締まったとかいう問題じゃないねこれは。一メンツ怖いですね。第10節追い詰められた白鳥話されましたね、はい、30、50最初だってスタート何ポイントありました。100ちょうど100ぐらいでしたね、98.5 でしたから、うん、もうそれをガラッと変えております。そうですね、3回戦のトーン4曲、まあ、高橋さん戦いっていうのも結構かっこいいですよね。ここまで見ていて、ね、ドラを1300ドラぶった切っての1300リーチとかねはいありました。すごいよね今のところはもう大成功って感じですよね、あとリーチピンフに行ってしっかり上がっての3番手浮上もありました、はい、高橋がイーシャンテンまで来ておりますが風満がちょっとネックでしょうか。風満、はい、が1枚切られます。平さんはドラさんです。にひらさんもねこれ上がれるとかなり、うん、13ポイントからまた加点をしてピンクゾーンから離れることができますがどうでしょうか。何貯めますね。うん、2万でした。そう初の重なりの方が大事なんですね。磯は自身で切っていましたが、うん、僕は初か単野を初の重なりか単野をかを見たいんで、はい、いい番つもぎりになりそうでしたけど、はい、今残すメリットとしてはまあリーチ手順ですね。ペン3腕を逃したくないってことですよね、一メンツとして。ん高橋さんは何でしょうか。なんだろうな、ローワンだったと思います。ローワンなんで打点を見て9ピン9ピン回りますし、いいション点ですね。ドラ切るまでもないんで一応マンズで2面つ構想って形ですよね。ローソーが自身からは3枚見えていたんですね。ねひらドラさんです。貯めて貯めてじゃじゃーん。あーでもこれ振り点ですけども、まあね、総図で2メンツっていう構想もできますからね、はい、天杯取らずです。6球も9ピンも全然あったんじゃないですか。そうですね、はい、高橋の選択はまあドラ切りですね、はい、その時はドラ切ってまではってことですね。天杯取らずとなりました。こういった手順もいいですよね、早いですし選択も。1枚切れなんでイーシャンテンです。ポンテンが取れる形に、まあ、この中盤ならもうポンテン取っちゃいそうですけど終盤になればなるほど安全牌として使いたいんで迷うとこですけどね、はい、あーイーサンワン引いたありがとうございます。リャンワン
ね、天敗取らずからの虎にくっついてのリャンウワン、上がりまではあるんでしょうか。リャンウワンは捨て牌に1枚。ニキラさん危なくないこのリャンウワン。本当だ。リャンワン、いやちょっと悔しいですね、このリャンワンって。そうですね、ちょっと切り遅れた感がありますね、はい、リーチタンヤオピーフドラです。はい、7700です。まあ、柴田さんだとかなり早い順目でリャンワン処理されてます。いやでもタンヤオの重なり要因で持ってた可能性はあるんで。あ、なるほど。うん、僕もなんか同じような法事になって、法事は法事になりそうですね。ガンガンワンチャンスでの法事に高橋さんが来てますね、うん、これは完全 に, 完全に、あ、いい顔、おここだぞって顔してるんですかね、はい、乱入しております。親番を迎えた高橋の手配、うん、うちに言ってるよ。まあまあまあ、コロチで、あ、いいじゃないですか。そう、一面つあるけど、いいピン切り、いいよ、めっちゃ。こっちもコロチ6チッパ9万がハンコ、2面つ完成です。証は悪い。ヒラも一面ツアって両面ターツが二組です、うん。これはぶつかりますな。はい。どうなりますか。ちょっと高橋さんには戦いたくないな。5万7千点。でも白鳥さんはもうそんなこと言ってる状況じゃないですからね。そうですよね。これ逃したら大体やっぱ 1,2,3,4 位に入んないと厳しいですもんね。はい。もう絶対に。昇級は。え。このハンチャンで高橋さんの上位に行かれるわけにはいかないんです。はい。残り一半ちゃんと一周です。もう後がない、あっという間です、ね、この一年を締めくくる、まずは昇級争いに、はい、泣きを入れたのは明石でした。キューピーのポンの発信、たまにこういう泣きあるんですよね。明石さん、そういう点数がないんでプレッシャー込みて、でもカードピー入れちゃった。来たよ来たよ、怖いよ怖いよ、いいシャンテ。今回どうですかね、高橋さんリーチ入れてきますかね。泣きも入ってますしね。そうですね、明石さんおだまりリーチありますね、あ、来た来た来た、白鳥イーシャンテン、イーシャンテン光景です。この親は落としましょう。ちょうど今、はい、ざっと計算して今日白鳥さんと高橋さんが100変わってるんですよね、現状、はい、なんでリーチまで行きました。すっちそなので、93始まる前まで、違うな、99だったんで、ほんと今並びみたいな感じですね。我々としては面白いですが、はい、持ってる本人はね、持ってる本人はうわ勝負どこですよ。ビシー、来ちゃった来ちゃった、カンサンマでも積もったのは白鳥です。まだまだ分かりません。白鳥の上がりリーチピン、フツモイペコ1300-2600の積も上がり、いやー、もう怖い、最終節見るの怖いですね。実況するんですか、ね、どうしよう、涙が出ちゃう。もうバッチバチですね。やばいですよ。だって映画もすごかったじゃないですか、あの、ね、そうですね、まさか残留争いも、ね、まさかの正さんが100勝って70負けた小野さんがあってね、ドラマがありますからね。さあ白鳥上がった親番です。ドラガトン何曲です、ま、たいい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 い、ドラをどうなる、証は2メンツ完成していましたか、ピンズで、そして2ヒロがペイトイツの1メンツ、打点がある、白春パピンキューピントイツです。ぶつかるぶつかる、メンタンピン丸見えですね、はい、白鳥さん白昼も出ますもんね、手持ちに来ると、はい、ニヒラはまだか、厳しいですね、白がある、出る、ポン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 しないなんで、まあ、メンホンチートイのリャンシャンテンなんですよね。あ、そっか、はい、なんで1枚目吹かしてもまだ泣かしてもらえるだろうっていうのもあります、まあ、トーンもありますしね、1枚、2枚目は泣きますよね。僕は泣きそうですけどね、まあ、キューピンが1枚切れってのがあって、キューピンから泣きたくないから僕は白を1枚目泣くんですけど、
それでもメンホンチートイツの方を強く見てるっていうことの方が大きいと思いますね。トーンはやりすぎですか？いやありますよ、ゴロチもありますからね。はい、ちょっとスリムに構えました。はい、チーピン切りです。白が出ました。ポンシナスルーはすごいな。でも知らないよ。いいシャンテン。これチートイ決めたらかっこよすぎる。かっこよすぎます。もうファンです。ドラは？え、ドラ？ドラは一枚ある。あるあります。ローピーは2枚。もう躊躇なく。なんですごい。まあ白ないですけども決めてるんだね。はい、すごい強いですね、高橋さん、ね、石がすごい。トンナンローピンイーシャンテン。大丈夫、これローピン重ねてトン持ってくるみたいな未来な。はい、怖いんですけど柴田さん。カンチーマンテンパイどうなるの。両面チーでした。チーマンの景色はいいんですか。はい、チーマンここ2枚。はい、残り1枚でしょうか。これがどう出るか。高橋チャンス勝負手。分からんね。分からんですね。ね、結果に期待しましょう。白鳥さんもあのね、はい、打点見える手を両面チーも勇気いりますよね。そうですね、チーマンからなら泣きやすいかなと思いますが。そうですね、まあ、パッソも惜しかったんですか。まあ、パッソが3枚目ってのも、ね、はい、あったんですけど。怖い、もうまだ1枚ありますもんね、トン。はい、ローピンも1枚何も2枚。ローマンスレスレ。あー、どうなります。高橋さん転敗してめくり合いを見たいな。見たいです。明石がいいシャンテン。白鳥ファンは見たくねえよって感じで、はい、早く上がってくれって思います。早く上がってくれっていうファンでしょうけど。ずらしたパソ泣かない人もいますよね。いや結構いると思いますよ、パソ泣かない人。あ、いって痛すぎる。ナイスプレー。何この二人の争い、かっこいいんですけど。え、ローマン違う、カンチーマン。まさかここで何とかも食い取ったら、はい、ファインプレーすぎますね。年本チートイツモドラドラ、48,000の食い取りになるってこと。ええ、そうなります。さあどうなる。なんとローピンはまだ残されていますよ。そう、しつこい。同じ時間だと48,000食い流した白鳥のこのパーソーチー、自身を助けるチーでした。すごい。はい、もう結果的には今最高の白鳥ファン大絶叫。はい、何ローピンもあった。どっちに行けても全部来てる。かわいそう、もう何してくれてんだよって顔してた。私全然4000、8000をやっかぶりしてます。いやー、白鳥さんのこの両面値。三平さんはもう白鳥さんが1000点が確定してるんで、はい、できればもう上がってほしいんで、はい、打ちに行くもあるんですよね、はい、その異様な親の皮、ずっとつもぎりしてますからね、はい、白鳥がカンチーマン連敗です。明石はイーシャンテン。泣きを入れております。アンローピーの血。スーアンは泣きが入ってないんで切りやすい牌ですか。もうトーンが3枚見えてますもんね。一応自分のテンパイ量も考えて、ええ、これでスッチマンに変化して高橋の数万が当たりになりますよ。そうすると高橋さんに切りにくいんですけど、高橋さんも1000点が見えてるんで、はい、ノーテンマップの兼ね合いでこれは切りますね。はい、明石がテンポ入れましたが役はありません。スッチピン待ち。現在2人テンパイとなっております。いっそ3点敗だけども入れたい。
そうですね。さあどうだ高橋、連敗入らずでした。いやーこの1曲どうでした柴田さん。いやー柴田さんのファインプレーですよこれは、本当ですね、はい、このチーム入れないと4戦8戦が生まれていた局面だったかもしれません、はい、怖いですね麻雀ってこの1つで、ね、逆もありますしね、こういうチー入れてね、うん、積もられちゃったなってのもありますし、はい、トラパーピン結果は最高でしたね、はい、白鳥ファンはもう高橋さんも目に見えて、ね、つもぎられてね全部そうですねおいおいってなってますねさあ一メンツのドラ1枚でしょうか、はい、続いて明石はなんちゃでしゃ統一、統一は3組です。三平は統一が3組、高橋メンツゼロ。新平さんってなんで展望ないんでしたっけ。え、なんででしょう。新平さん300、500は上がっていて、なんか補充しましたね。あ、77補充しましたか、はい、高橋さんに。メンタンピンドラ1枚、そかそか。新平さんも最初ね、あのトップスタートでいい位置まで来たんですけど、ずるずると。来ちゃいましたね。ちょっと耐えたいとこですね。のりあんまんでしたっけ。あ、そうですそうです。そうですよね、ドラバスワンの時のりあんまん補充がありましたね。はい、箱を重ねた高橋、場に1枚見えです。泣くかどうか。白鳥はパーピンがドラ。ここはマンズを触っていきました。りあんまんが場に2枚見え。そうですね、白鳥さんね1600補充スタートだったんですけど、はい、ですね、ここまで来て高橋さんもねもうこれ以上白鳥さんを浮かせるわけにはいかないんでね、ちょっと無理しててもねハックを仕掛けてさばきたいとこですよね。はい、下茶に白鳥ではありますが、この親を落とせるか、うん、ハクが出ました。2枚目です。ポンを入れてです、ね、結構苦しいね、はい、ヤンシャンテンです。行きましょう。うわ、ドラを使い切る構えの地、この地も結構勇気いりますよ。うん、なかなか声出ません。まあね、ネックの部分ではありますけども、ドラ使うとなると、苦しい。三平は、三はピンクになりましたか。はい、イーシャンテンです。リャンメンリャンメン、スッチーピン、ウッパーマン。リャンシャンテンの白鳥です。うーん、どんどん役がなくなってきますねイーシャンテンではありますが、はい、数万残していきました。シゴロの種ですね、はい、自身にとって大事な牌、結構危ない、ね、嫌な牌ではありますけどね、はい、で、新浦さんもやっぱちょっと2万点付近まで来ちゃったんで、打点を見ていかなきゃいけないんですよね、はい、ちょっと危険を犯しても親番は残していますが、はい、今回は打点が見える手にもなっています、はい、赤石さんもどうするんですかね。役がないんで、なしドラ1だとちょっと回ることになっちゃいますよね。じゃあの統一落としです、はい、来ました。いいシャンテン。3問は白鳥さんから泣けそう。はい、こちらです。とりあえずいいシャンテンキープはすそう、うん、マンズを決めちゃうもあるんですか。うーん、総図で2メンツ構想ってなかなか難しそうですけどね、いい情報があるのかな。スーマンローマン、おお、カンローピンが、まあ、自身で1枚、ニヒラが1枚切っていました。うん、高橋さんも1枚持ってそうっていう想定ですかね、まあ、それでもこの選択はすごいですね、勇気ありますね。このウーピン、ウーピンスーピンですか。マンズの本一、いいマンでした。ここは手が高く、はい、
はい、両面両面のイーシャン店に持っていく。まあ確かに最初の目標が白鳥さんの親を終わらすってことでしたもんね。さあ、シャラトリーサブローピンとランカンのイーシャンテになっています。大体、はい、みんなこの形にはなってますかね。はい、順番は違えど。さあ、まずは誰にテンパイが入るか。ニヒラはバンズですが何でしょう。テンパイです。スーマンが切れないの。おお、切らない。親にドラが固まってるように見えるんですかね。カンチーピーの血、まあ、マンズは全て高いんですけど、はい、切りませんでした。ここまでの価値はないと。スーマン自身で高橋が引き入れてサブローピーのテンパイです。高橋さんが2枚目の E1 持て出しが入ったんで、トイソトシなんで、はい、結構関連牌の可能性があるか、E3年からのトイソトシか。あ、リアンマンガですか。そうですね、あ、E1 が、あ、E1 がですね、はい、トイソトシからの精査なんですけど、はい、ドラアンコになってますよ、赤石さん。あれ、あ、降りてたのに、くっつきの形になっております、うん、あ、このウーワンブーンはテンパイに見えるな。どうか。高橋がテンパイ、カンウピンテンパイ、役割。あ、でも親にも危険なんで、はい、そうそう秋からは出なそうですね。タンヤオドラさんです。白鳥さんのウーピンどうなるんですか。白鳥さんのウーピン、あれポスリットあれおかしいな、あれこれなんだ。あー、セーフ。3ピン高橋に報酬。あ、それ当たるよ。なんであなたいるの。赤石さんの上がりです。ダイヤオドラさん、きついですね。8000は8300、ぐるんぐるん作戦が大成功してる、ファインプレイからのすごいな。またちょっと気を許すとこの8000、今日は苦しいです。すごいぐるんぐるんが8000になるんですね。8000になりました。素晴らしい。しかもフィニッシュまで決めてきました、ね、すごい。結構ウーピンきついよみたいな話もありましたけど、高橋さんに受けきつそうですけど、何かあったのかな、何か情報があったかな、ちょっと見えなかったですけど。白鳥さんですね、はい、ウーピン切った時チーピンが早かったとかあったのかな、はい、いやー、何か白鳥さんきついですね。いいプレイいっぱいあるんですけど、ね、いい上がりをしたかったのに。ポンといつシャートいつは明石です。そして高橋はメンツゼロ。白鳥どうでしょう、なんといつラス目ですよ。ちょっとラスはやってないよね、はい、白鳥さん。1回戦2回戦ともにラスです。そうなると、はい、20ポイントぐらい開いたのかな。20ポイントとなると、トーナメントの20ポイントって結構の差だよね、最終戦でね、はい、上級戦。もうちょっとラス抜けをしたいですよね、とりあえず。ポーのポーを入れて、明石がイーシャンテになっています。両面両面。端にかかったイスーピンとロッキューマンです。箱を重ねた白鳥、ヤクヤクとなるでしょうか。明石さんがトンの仕掛けがあるっていうのが難しいですよね。はい、気になるところです。このウーピンチーピンとか切りたいんですけど、あ、チーピンは現物なんですけど、自分が染めてまでに何枚危険牌を切らなきゃいけないのかっていうことですよね。テンパイです。イスーピン早くもテンパイを入れました。あ、イーピン危ない。ニヒラのイーピンが、あ、出ました。明石の早い上がりとなります。トン1500です。まずはジャブ。その前に8000上がっていますか。高橋さんずっとマスクしたものだ。そうですね、忘れてるだけだと思ったら、なんかこういうご時世だからなんかあるのかな。あるのかもしれないですね、はい、今はねマスクなしで対局に、はい、をねやっておりますが、ドラがパーソー。
ちょんちょん、あんまり良くないでしょうか。ちょんちょんで、メンツなし、はい、はい、両面とあとも一組でしょうか。そして二平がいい、いい、高橋は一メンツ、白鳥は二メンツです。3、アニアンコ、さあね、なんとか白鳥さんをラスにしたまま、はい、プラス一人行きでっていうね、はい、目標今はもう最高形です。このまま終わりたいですもんね。カンチーピンを引きました白鳥、カンスーピンを引いたのは明石、ニヒラも戦いたい手、はい、高橋も自敗を重なればね、うん、ダイヤオでなんとかなりそうですもんね、はい。おおお、イースを切っておりますが残していきます。初切りです。谷落ちといつも一応見ますか。初は2枚見えでした。三平さんとか白前陣来てリャンワン残して白切りですからね、ええ、結構もう伊達に振ってますよね。これランマン切り残しって何なんですか。今イーソー引いたんですけど、はい、それまでは重なるとタンヤオリーチタンヤオっていうイメージですよね、はい、でイーペーコをつけて、なんとか出上がり後に積もって2003球っていう構想ですね。ただイーソー引きだとね、なんか一気に打点は見えなくなっちゃいましたね。ただイーシャンテーマできました、はい、リャンウソースチーマン、白鳥もこれでいいシャンテン、くっつきの形どこに求めるか、単葉をつけといですか。一通のリャンシャンテンって見方もできるんですけど、はい、キューピンが3枚切れだったんで、はい、単葉を確定してドラを使ってっていう構想にしました。ドラがパーソーです。そして明石もくっつきのいいシャンテンまで来ました。親番です、はい、これ白鳥さんドラ重なりが大いにあるじゃないですか。残り山に3枚。3枚、はい、何、あ、リャンワン、ワンどうします。リャンワンはそんないいも悪いも情報がないんで、はい、リーチタイヤをこのリーチはラス抜けの要素が大きいリーチですね。ラス前となっておりますが、はい、ここ一つ上がることで、はい、リャンウーマンは手の内で、あ、結構使われてます。ウーマンゼロ、ウーマンゼロ、リャンマン1、1オーノーとなると、はい、反撃の方がここか、ここいますね。まず一人ここもいるんじゃないですか。もう現状のトータルポイント考えると、はい、まあ、これ沈んでるけどこれぐらいの沈みの2着ならいいかって納得もするかもしれないです。あ、親落としても、うん、いや、そんなに無理はしないしないって考えもありますし、はい、まあ上がれば浮きだから行く、当然行くっていう考え方もあるんで。ニヒラさんはどうですか。いいシャンテンなんですけど、まあ、ピンフだけっていうのがちょっと、そうですね、数層とかね、打点が折り合えば行くんでしょうけどね、はい、ピンフだけだとニヒラさんは親が残ってるんで無理しなくてもっていうことですよね、今ロースを行きましたね。明石さん、おお、そんなに現物もないんじゃないかな。確かに情報がちょっとないリーチではあります、うん、高橋さんも行きたくないけど安排がない。いいシャンテンです。一応現物はローワンありますけど、はい、対戦相手に抜いちゃっていいのって。リャンマンは宝珠です。リャンマン選ぶはないですか。中途半端なんで抜くならローワンで。嘘でした。まっすぐどまっすぐの嘘かすごっ。博士が何を持ってきたかやめましたかね。やめ、はい、リャンスを切っていきました。筋になった牌です。天牌カスピン、これ順からになったってことですよね。白鳥さんがそういうことになります。うわ、戦うといいことあるんですね、はい、スーピーは残り1。高橋さんの数話を見て、あなたもいるんですかって言うんで、
もう分かんないです。もう打点がどっちに寄ってるのか、高橋さんも。確かに全部いくからね。分かんないです。怖いです。あーもうやめて、パーソンとか怖い。ただ嘘筋。これでドラは2枚ですか。見えましたね、はい、ステファイには。平さんも、ええ、スーピン出ることがちょこっとだけあるのか。はい、一スーピンは振り手飲んで缶スーピンのまま、はい、ニヒラの手配はどうなっていくか。ニヒラさんがリャンウソん？リャンウソ。リャンウソを引いてテンパイすると、はい、スーピンがちょっとだけ危ないかもしれないですね。Gよりはスーピンが選ばれますかね。白鳥さんのところに E ピンが一つあるん？あ、読みましたかこれで、はい、ええ、まあ、まだ E シャンテンはキープしておりますけどね、はい、あ、怖い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 助けてー。まさかリャウマゼロだとはね、うん、なんでしょうか。マンズです。テンパイ、役なしテンパイ、パーワンかスーピンの選択です、はい、パーワン無理でしょう。だってスーピンになっちゃうかも。テンパイ取らないもありますか。ありますね、ええ、先ほどはウソを選んで今回役なしのテンパイとなっています。でもこれが脳天で白鳥さんテンパイで終わっちゃうと、はい、ニヒラさん4着でオーラス迎えちゃうんで、はい、4着で迎えるオーラスと3着で迎えるオーラスと結構違うんですよね、やっぱりドラがどんだけ。ニヒラは、ね、テンパイ取らずを選択しました。うん、うわ、復活でもさっき切れなかったパワーを切るわけないんで、あと残り積もは、あ、もうありませんでしたね。いや、もう一回配定があるんで、転配チャンスありますね。高橋積もれず。パワーブーンいって。ニヒラさんが切れなかったパワーブーン。もうリーチしてるぐらいの感じで。あ、粘った。高橋さんも。高橋は粘って、転配はカンパーマン。ニヒラは何を持ってくるか。マンズを持ってくれば今一人の天。おマンズです。お、転配。マンズです、サブロケ。フリテンじゃない。フリテンか。Q1 フリテンですね。これが配定になって全員テンパイになるのこれ全員テンパイ、誰も加点を許しません。白鳥さんなんでやねんって話です。リャンはないやん。4人テンパイで流局です。全員テンパイやん、はい、誰か一人高橋さんどんな手から来てるんですかって思いますよね、うん、開かれて。でも1回ね、あの1300もありましたから ね、はい、すごいファイター、高橋さんいい方に振り切れてますね。素晴らしいな。なん3曲は2本場となっています。教卓1本。高橋さんおっとりしてて、なんか話してもすごい、はい、そうなんですよ。すごい優しい方なんですけどね、こんなファイタータイプの。そうなんです、分かんないですよ ね、人じゃないんですけどね、はい、26期生、ね、はい、26期生です。1番の26期生ってあんま聞かないですよね。26期生だと、誰でしたっけ、同期多分ね、結構いらっしゃって25がすごい、なんか魚谷さんとかね、はい、谷さんいますね、安村くんとか、はい、その福光くんとか有名どころがいっぱいあるんですけど、26ってあんまり聞かないですね。三四郎くんとかかな、ヤマトくんとか。ヤマトさん同期だった気がします。そうですね、多分ヤマトさんはこの他にこう先輩なんで、ええ、高宮さんとかかな。高宮さんも27だったような気がするな。その辺ですかね。26期生の高橋亮介プロ、うん、A2 では一番の若手となります、うん、さあイーソのポンを白鳥が入れております。こちらです。役は何ですか。チュンです。はい、ポンのポンを入れた明石です。さあ、リヒラはリャンシャンテンでしょうか。なんがあんこの高橋、スーソーがドラ。白鳥さんもね、積極的ですよね。はい、イーソの果敢で1万7000点持ちで、この仕掛けはええ教卓でのラス抜け1本ですからね。イーソーは声出ないですけどね、うん、1枚目のポン、うん、貯めて貯めてチーマンでした。これでメンツ手に戻れます、はい、ヤンピンかウーピンか。パーピンもありますね、ストイツ手、
まだ最後まで見せて見ないで捨てないで。キューピンが一枚見えです。メンツでのイーシャンテン、はい、両面両面に素直にしましたか。はい、ここにキューピンが2枚に。高橋さんは残ってる役会がチュンと、はい、おチュン泣けましたよ。2択ぐらいだったんですけど、これは自分が上がりに行くってことですよね。泣かせても白鳥チュンのポンの発信イーシャンテンになりました。証はイーシャンテン中トンが近いですね。そこ教託が今ありますからね。でも見えやすいですね、こんなに近づけてくれると何を泣いてるのか。確かに確かに。ニーラがイーシャンテン、高橋両面に変わりますが、白鳥さんが想図模様というか、まあ地合いがいいからそうでもないんですけど、全部切りにくいんですけど。数万はどうですか。結構チュンとかも行ったぐらいから全部行くんじゃないですか。もう自分が上がりに数万行きました。中筋です。天敗です。リャンウソトンドラ1の天敗をまずは明石が入れました。リャンウソかなり良さそうですね。もう切りづらいんでここでちょっと迂回ですか、はい、リャンウソ6山です。6山すぐに積もすごい。トンドラ1線は1200オールの積も上がり、先ほどねつなげての、はい、この矢番連チャンでの上がりです。お26期生は中山さんもいますよ。中山七海さんですね、はい、なるほど。3本場です。ドラはチュンチュン、お、まずまずいいんじゃないですか。チュンを重ねたいところ、ちょんちょんで、いや、もう数音でいいです僕もう切ってて未来でいいです単品でいいです、はい、そんなチュンなんて言わず高橋がシャーのポン入れました。ハクペイ統一です。打点ありますね。あります。役々といっといて丸見え、白鳥も結構良かったんじゃないですか。2メンツ完成していたように感じます。注目ニヒラはメンツありません。これもトイ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 ヤクヤクマンガンクラスは見えています。後々ローソーで安くするために嘘を切ってね、はい、トイトイ決めちゃうみたいなのもありましたけどね、はい、まあ、ヤクヤクの2600ぐらいでもいいっていう考えかもしれないですね。まあそうですね、これで小さいぐらいにして、まあこのままパン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 早い早い9枚のポンです何回言いました今ポンいいシャンテン、はい、あーペンさんピンリッチ楽しい勝負です。すごザリーチ、はい、ここに来てザリーチすごい。これはもう対高橋さん用ザリーチです、ね、はい、高橋さんも降りないですよね、はい、だって安牌ないもん。はいはいはい、1位ピンです。ペンさんピン、ここでペーペーになる高橋さんじゃないですもんね、はい、3ピンは山さんとなっております。すごい、まあ、ウーピンが自分で3枚使ってて、はい、まあ、いらない人出るでしょうってことなんでしょうけど、勇気ありますよね、はい、この石の身も。高橋さんの仕掛けがね、打点が何点かもわからないですしね、怖いですけどね。自分ドラ持ってないですからね、はい、高橋さんじゃなくてもドラドラの人は押し返してきますが、しかし、お見事、白鳥のザリーチが決まりました。1300の3本場です。2200の高橋からの出上がりです。2人のこの攻防戦がかなり面白い局面でもありますが、さあ、オーラスを迎えます。3回戦、キーパイして。すげえ混ぜるじゃん。みんな同じようにちょっと優しく、サワサワしてます。ミイラソン屋さん。面白いな。気持ちを込めて。はい、
結構セットとかされたされるんですけど、柴田さん。いや、あんましないですけど。あ、しないですか。でもね、あの、会ったら優しくお話ししてくれて、はい、いつも明るいレギュラーさんです。すごい人ですよね。はい、あの映像で見たまんまだって思いました。そうドラが何ちょっと対話がいいよ。悪そう。ちょんちょんで。じゃじゃん。ドラが一枚ある？もう一枚ある？何種ですか？九種あります？いや、ないな。ダメか。全然ないな。苦しいな。あ、惜しかったで8種あったんだ。僕しみながら、いやー、やりすぎですか。一応ファンパイ重なってですね。そうですよね。まあ、ペーからでしょう。だってラスミーですもんね。はい、ここでレンジ。おお、ちょっとこれは何ですか。これ何国士？国士も見ながら。でもチートイツ拒否ですからね。はい、あんこあんこ、トイツトイツ、高橋です。事件があるか。白鳥一メンツの白トイツ。ゆりさんなかなかいないですね。いや、いないです。これでどうするんですか。これ何を見るんだろう。国士以外見るもんがなさそうだけど、単品3色とかゴロチありますね。となると、はい、いいピンいいピンでした。国士を消すんだ。スピードは圧倒的に高橋さんと白鳥さん、はい、高橋さんもペイトイツなんですね。ええ、ああ、高橋さんもいいんじゃないですか。はい、なんか来ました。高橋です。初かなんか言いそうが2枚切れなんで、はい、トイットを目指すなら言いそうなんですけど、はい、関連層も良しとするか。うん、初の重なりたいけどな。ええ、まあリーチのみでも打つってことでしょうね。白鳥も選択が生まれますが、まあ、白鳥さんはもう3着が確定しているような点数なんで、はい、まあ浮きにも跳ねまんが必要なんでね、無理する必要がないんで、新平さんに上がられて遠くに行かれる方が罪だと思うので、困ります。ここは白をポンして自分で安定でも上がりに行く局面ですね。はい、ただパーマン9万を払っていきました。ここに連想がきます。うん、明石もこれでいいシャンテン。急走切りの両面固定が普通ですけど、換算は残してね。はい、急走切りの両面固定、連想が続々となくなっていきますが、高橋のいいシャンテンどうなるか。ローピン全山、パーソー一山、うん、まだ重たいですね。そのペイが出る、このペイ証は泣いてポンポンポン天敗です。スッチソー最後はフィニッシュ、証は決めるか。スッチソーここに3枚、自身で1枚、残り山に4枚です。白鳥スースーは使います。白鳥さんも1000点は打てないんで、はい、慎重になりますけど、三蔵いった。まだでしょうと。危ないよ、スッチソじゃ。使えなくなっちゃいましたね。あ、新平さんがだけ打つかも。チソだ。手が悪すぎる。チートイツ。吐くか。イーマン。おー、イーワン、ニャンワン。ええー、これ結構もう明石さんに受けてるみたいな。こともあるかもしれないですね。明石の現物ではありました、うん、白鳥さんまだ言ってる。はい、白鳥打つとラスになります、うん、結構明石さんがペーポンでチーワのトイソ投手が見えてるんで、はい、ターツを当たれてない情報、うわ天敗です。ドラが目立つ情報があるんで、はい、明石さん手っ張っててもおかしくないなと思ってるんですけど、はい、ちょっと今まだイーシャンテを信じて今のうちで切ってますよね。高橋がパーソーローピーのつもりさん、この形で転敗。高橋さんリーチ行きそうだけどな、今までの状況なら。ドラが泣かれなかったんでリーチはありますよね、はい、合わせられませんでしたが、
そう、今は9ピンも切れてローピンが一応中筋になってるんですよね、つもぎリーチするとリーチという選択です。ローピンとパーソー待ち、ローピン2枚、パーソー1枚、この3山は十分です。このつもぎリーチなんですけど、はい、打点が分かんないんで明石さん打てないんで、あー降りるもあるなと思ってたんですけど、一発キャッチ、まあ1300なんで打っちゃった方が良かったんですけどね、はい、結果的にはね。確かに宝珠だと1300ですもんね。そうですね、分かんないですもんね、はい、つもぎリーチいろいろあるから分かんないですよね、基本的に愚形なことが多い方が、ことが多いルールなんですけど、はい、今はね何がなんか状況は良くなって出やすくなったからリーチみたいなのもあるんで、まあ、一応宝珠だと1600ですか。1600、はい、ただここまで見てると赤石さんもね無理する、ね、そうですね、本当に5-2って言われるのが一番最悪なんでね、はい、この浮きで終われば折りの一手だと思うんですが、ローピンパーソー、これでローピンが0、パーソーも1枚になっております。お、ニキラさんがリーチによっていいシャンテンスッチピンカンウソ、赤石さんの手配がパカー割れてますけどそこに何が入るんですかパッカー割れてめっちゃ割れてるじゃないですか。お、入ったすげえ、一番いいね。あ、でも宝珠だ、そうだ、ローピンが宝珠になりました。高橋の上がりとなります。1600リーチです。高橋さんにしてもよしよしって感じです、はい、助かります。浮きの守りましたね、はい、これで3回戦が終了です。トップから高橋、2着明石、3着には白鳥、4着二平の並びで終了となりました。続いては最終4回戦をお届けいたします。